ハンマー。お、自由にいけるんですね。お、自由に、スーパー自由にいけるな。まだいける。あ、まだいける。ああ、そこに城があると。これ日本じゃないですか、これ。地図的に。本当だ。そういう遊び心もあると。ありですね。とりあえずこのアイテムを。フラワーネット。どんどん返していきましょう。うん。これ船いいっすね。いいっすね。でもワープ扱いになっちゃうから全部行くんですよね。全部行きましょう。そろそろ合わせますかこれ。そろそろね。まあまあ。でも スター狙いますよやっぱ。お、じゃあスター狙ってくださいよ。狙います。ちょっと早めがいいってことですね。早めが。うん、早め、若干早めですかね。早すぎたね。やっぱ一番下がちょっと。あ、間違えた間違えた、無理だこれ多分。あ、行った。揃った。あ、でも2キャップか。もうちょっと欲しいですよね。こんな頑張ったんだから。そうです。2,3,5っすねじゃあね。うん。今の流れでもう一回これ。もう一回行きますか。じゃあ次スターでリベンジを。はい。もうああ遅かったね。いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。あ、超遅かったですね。ちょっと遅かったのか。まあこれも今度いっちゃいましょう。なんかいいのあることありましたっけこれ、特別なやつ。なんかね、あった。いいじゃないですか、カエル。これ見たいですもんね。カエルまた水中面で。そうそうですね、うん。使いたくはないですけど、そのね、絵的に見たいっていうね。絵的に意見が。まあサムネイルにドーンってこう言っているかも。もう一回真ん中。まあ葉っぱいいですね。あれこれ緑の葉っぱと茶色い葉っぱなんか違うんでしたっけ？そうでもないんでしょ？色違いありましたっけこれ？なんか普通でのは、あ、いいのか？同じってことですね。同じですかね。じゃあ戻り、戻って続きをやって、そうですね。ああそうか、この砦の面でこんな海の面があるんですね。ここカエルスーツちょっと使い時だったかもしれないですね。ミスりましたね。まあそうですね。これちょっと死んだら次使いますか。まあでも多分使いどころはいっぱいあると思うんで、うんうん、ですぐ小さくなる可能性もあるんですよ、カエル使ったとはいえ。こうなっちゃうのか。こんなの本当に記憶にないの、こんな面。これやばいですね。新しいやつ出ましたね。いやー、やべえやべえっていうか、すげえやりづらい。帰れ、あ、もう帰れらない感じの。お、あ、これボスか。もう、うわ、危ないっすよ。そういうミスをしますか。飛ぶのか、こいつ。やばいやばい、飛ぶんすね。やばいっす、やばいっす、やばいっす。使えます？いや、でもいらないっすかね。そんなに長くなかったし。そうですね。まあまあまあ、これね、調整がむずいんすよやっぱ。そうなんですね。あぶねー、今の上に行けば全然安全。あ、出ないんすかね、あそこ。出なさそうな感じです。これ名前なんて言うんですか、ブンブンとかであったっけな。あー、覚えてない。そんな名前だったっけ。おお、アタック仕掛けてくる。だんだんやっぱ面も上がっていくと動きが変わってきます、ね、危ないって。クッパがだって 2,30 発ですからね、このゲーム。そっか、これはもうずっと飛びっぱなしってことなのか。あ、でも降りてくる。よいしょ。お、クリア。まあ決まりましたね。お、今のところまあいい方じゃないですか。うん、まあ初見というか初めてやるに近いんで、ほぼほぼそうですよね。20年ぶりってことですか。ですね。じゃあ、まあ一応カードからいっておきます。またこれ新しいやつですね。新しいパターンになってると思うんで、うん、多分カードからいきましょう。じゃあその隣行きましょう。もう覚えやすいように隣で行ってきましょう。これさっきと同じじゃないですか、こう1アップなら。あ、そっか、5パターンしかないんでしたっけね。あ、ぽいっすね。ってことはさっきの通りなんですよ。じゃあそこの角でスターじゃないですか。え、どことどこ。これがスターで、で上がもうスターだ。これスターでしたっけ、うん、お、すごい。ほんとだ。あと覚えてんのは、あとはフラワーがここだっけ。そうっすね、そこフラワーっすね。ってことはここがキノコ1アップだから、ここがフラワーじゃないかな。
おお、うん、でキノコ1アップでここが20、ここもフラーですね多分ね、でここが10。あ、よく覚えてますね、プロなんでね。さすがプロ。ここなんすかね、うん、10なんだったかな。でこれなんかいいと思うんだよね、これじゃない。おお。あとなんだろう、同じパターンっすね。ですね、5分の1の確率で当たるっていう。どこだろう、最後この辺が残ったから、これもスターがあるんですね、どっかね、うん、キノコ狙いでいきますか次。じゃあキノコなんかその角はキノコって分かってるから、はい、そのキノコどっかちょっと狙っていきます。キノコ1アップ20まで分かってるんですね、うん、じゃあこのあたりかな。お、うん、そのキノコ1アップと20だけは分かってるということは、うん、この辺やばい、これやばいの引いたな。フラワーどこだったかな、フラワー、フラワー、うん、なんかその左ぐらいな、そこら辺のどっちかぐらいな感じと気が、そうそうですね、そう思いますよ。するんですね、角か、これ覚えてくださいね、スターフラワー。まあ2連続で来るってことは運がいいですよ、うん、しばらくしちゃうと忘れちゃうから。5分の1ですか、寝合わせスターを行きたいですね、うん。全部バラバラじゃないこれ、うん、やっぱり。あ、でも長いっすね、サンワールドでも結構。そうですね、やっぱ9面までありますからね、全部合わせても。怖い怖い、だんだん、だんだん上に行くパターンですね。あ、そこ登って、あの音符なんか出てくるんですか、音符を踏むと逆に踏んで上に飛べるみたいな。あ、なるほど、キノコがフラ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 だけじゃないのこれ。そうっすね、あ、これも強制スクロールじゃないんですね。じゃないですね、あ、ぶんねえし、これなんかこの面もやりづらいというか。あそこにあるんじゃないですか、何もないか、コインだけがすごいな、ね、あ、ぶんねえ、 おっとやめてくれあ、一発で即死するのこれ、小さくなる前に一発即死っすね、食われるんです ね今でかかったっすもんね。やばいな、これ結構むずいような気がするな、この面。ここにあえてカエルになっちゃいます、この面で。あえてその難易度上げるっていう。カエルになったらでも一回当たっていいから難易度一応下がるんですよ。これ食われたら一発即死でもむずいね。カエルだっても地上だと動きにくい、うん、そうそうですよ、なんかね。あ、でもスッといっちゃった方がいいね、やっぱね。さすがにもう勢いゲー、あー即死。またこれじゃあカエルいきますか。カエルでこれクリアしたらすごいんじゃないですか、小さくならずに。カエルで挑戦。地上だと思う。どうですかね。あ、でもジャンプ力結構あるんですね、カエル。すね、うん。あ、逆に。まあでも強いような気がするこれ。お、はい、いいですね。あ、でも食われたか。うん。やばいですね。ちょっと人数減っちゃってきてるから。あ、10機になって。でも稼ぎとかダメですからね。ああ。稼ぎとか。それかも先に勢いでいっちゃった方がいい。そうね、パーブラインでね、結構ね、うん、お、ピース、あ、逆に踏んじゃいけないやつでしたね、今の。そうですね、ああなっちゃうと。大丈夫ですか。うまいっすね。うまいけど、やばい。やばい。あ、上から行けば、あ、クリアじゃないですか。まあ、ちょっとね、これもまだか、初見殺しで死にましたけど楽っちゃ楽、うん、スタ、うん、お、いいっすね、なんとか盛り返しましたね、自由に気に、うん、今のもやっぱ無理っすよ、だって初見だと、うん、ちょっと分かってないと、なんかこれどういう面だ、ちょっとダッシュで、ここはなんか楽そうっすね。今んとこっすよ、さっきのに比べたら。あのちょっと色違いのブロック気になるけど、ここ、はい、あ、1アップか、え、なにこれ崩れないのこれ。1アップいっちゃった、ちょっと怖いっす、怖い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 、
これ。これ右が痛いの？下からくぐってみたいな感じ。危ない危ない危ないよ今のも結構。おお。これいければいいの？まあ、そんなでもないですね。この面は。この面は安定のスター。そう。で、ね、いよいよボスですね。来ましたね、ついに、うん、日本の今 大阪ら辺じゃないですか。はい、そうですね、京都ですね。あ、京都。あ、そっか、認定度があるからなるほどね。もうきついな、多分絶対初見殺しなんですよ、うん、絶対に。ここはちょっとそうっすね。やっぱやられて気づくっていうパターンが出てくるんでね、うん。あ、これ基本的にはね、多分どの面でも言えるんですけど、うん、あ、危ない。ちょっとそれジャンプしちゃいけなかったのかな。基本的に真ん中よりは前にいっといた方がいいですよ。気持ち前ぐらい。え、逃げた。うん、そっか、一回一回多く。あ、でも近く見た。まあ、最悪まあここではやんないですけど、うん、P とかもどういうものかっていうのを使うのを見てもらいたいっていうのもあって、まあ、タイミングあらば。そう、危ねえな今のも。そうですね、もうやり尽くすですから、もう全部使い尽くすぐらいの。そうですね、どこで使うかっていうのはね、やっぱ詰まったところで使った方がいいかな。ちょっともう取る隙がなかったですね。これやべえな、結構やばいですね。もうアンパンがたくさん、アンパンっていうかチョコレートパン。安全ゾーンが。そうですね、安全、はい、これどういうことだっけ。こういうことですか。ジャンプしてどんどんそれを推し進めていきみたいな。え、捨てちゃえ。あ、捨ててもいいよ。なくてもいけそうですね、うん、おや、うん、そっち行けんの。そろそろか。そろそろ、そろそろ。お、これボス見せりたくないですね、もうもはや。女の子じゃないですか、ボスですね。あと1回。あー、マジでやばいって。これやばいっていうか、もうやりたくない。同じとこやりたくない。まだ9機あるんで。まあまあそれは大丈夫なんですけど、でももう大丈夫でしょこれ、さすがに。怖い怖い怖い、怖い動きだこれ。やばいやばいやばいよ。やばいって、すげえハマってんだってこれ。今のうちだから気を、ちょっと気を、あ、残機を、残機をどうにかしとかないと。これきついな、この面。お、あと1回、あと1回。お、あぶねー、今の。まあ、運っちゃ運だけど。そう、ジャンプゲットよくやってました、なんか。ああ、そうですね。落ちてくる前に、下に地面につく前にゲットするみたいな。まだ半分いってないんだもんね。そうですね。で、手紙が何をもらえるのかな。あ、オルゴールか。あ、動きを止めるやつね、うん。あ、大きい面が。これ大きい面、ほら大きい面、もう覚えてますね。あ、動けなくなるのか。地震を起こすと今髪よけです。